この動画は2020年10月からサビ目の脇差しを解き始めて、早くね。2020年、早いの？ はい。え？ 2024 年4月に解き終わるまでの約3年6ヶ月の動画をまとめたものです。刀の変化と研ぎ師がだんだん変態になっていく様子をご覧ください。変態。コメントでいつから研ぎ師が変わってしまったか。ご意見いた、あれ？わざとこんにちは。わらきり抜刀斎です。じゃあ先生をご紹介します。はい。先生。はい。はじめまして。はじめまして。今回研ぎを教えていただきます、今野先生です。よろしくお願いします。今野です。こんにちは。こんにちは。わらきり抜刀斎です。研ぎ師です。また来ちゃいました。はい。よろしくお願いします。ようこそ。ありがとうございます。わらきり抜刀斎です。研ぎ師です。 もう研ぎ師ですが定着してきましたね。そうですね。なんか最初ずいぶん緊張されてたけど、だいぶちょっとカメラ慣れしてきました。慣れてきましたんだ。はい。わらきり抜刀斎です。研ぎ師です。先生。はい。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。置いたね。置きました。 C 早かったね。ああ、そこまだ慣れないですね。ダメですね。研ぎ C ですって、刀か G みたいなためを。そうですね、ためがないとダメですね。じゃあもうワンテイクいきましょう。はい、はい。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。ちょっとダメすぎましたね。なかなかうまくいかないですね。うまくいかないですね。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。ギグー。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。もう日も暮れちゃったね。暮れちゃった。結構長いね。だいぶ遊んじゃったね。でもね、遊んじゃった。遊びすぎだね、俺ら。そうだね。でも楽しかったからいいよ。まあ、そうだね。はい。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。あれ、あ、こっちだ。やめよ。やめようか。ちゃんとこうして。いや、あ、いける。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 もう一回行く。もう一回行こう。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。おー、いけるわ。お、治った。ちょっと治った。わらきり抜刀斎です。研ぎ C です。続いて真面目に研ぎを教えてくれているシーンを一気見。で、しのぎは斜めにやった方がやりやすいです。で、すごい研いで、ちょっと研いだらこう水でこうサビを取ってやって、で自分の今研いでる状況を確認しますね。はい。徐々に徐々にこう行くじゃないですか。さっきよりもこっちに来ました。はい。で、しのぎギリギリなんですけど、微妙なところでしのぎを当ててしまうと、どうしてもこっちに入ってくるんですと、歪んでくるんで、だいたいいいところで手で触ると分かるんですけど、段差がありますよね。これぐらいの段差です、最初は。はい。まあ、刀って基本研がないように研ぐんですよ。研がないように研ぐ。矛盾してるんですけど、結局研いでしまったら鉄を戻すことはできないので。ああ、そうですね。研ぎべりってそうですしちゃいますからね。はい。だからその減らさないように研ぐっていうのが研ぎの一番の基本なので。基本だけど難しい技術ですよね。一番難しいところですね。この下地をちゃんと整えておかないと、跡がどん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 だれていくので、いくら仕上げがうまくても下地が下手だと。ああ、なるほど。はい。やっぱその基本が大事ってことですね。基本大事ですね。はい。裏側からこう透けて見えてるわけじゃないんで、やっぱり難しいですね、その感覚なので。あと音ですよね。同じ音でしか聞こえないな。音が違
しのぎに例えば当たるとこれが普通の音ですよね、はい、しのぎに当たるとこの音になるんですよ。わかります？この音、あ、ちょっとゴリッっていう感じ、はい、ちょっと何か当た、何かに当たるような音するじゃないですか、はいはい、この音の違いが分かると、あ、今どこ当たってんだなってなんとなく分かってくると思います。うん、もうちょいぐらいですか。そうですね、もう1ミリまで下げちゃうと下げすぎなんで、うん、0.7 ぐらいまで下げましょう。 0.7 1ミリだと下げすぎだから 0.7 ミリ。 0.7 ぐらいまで下げましょう。なるほど、はい、0.7 ミリね、はい、すごいな。その、まあ、感覚ですよね、うん、まあ、実際 0.7 まで下がってるか分かんないですけど、うん、でも実は測りで測ると、うん、意外と正確なんですね。だから人間の目ってすごいなと思いますよね。すげえ。今まで、はい、瓶水までこう斜めにして、斜めにしてまっすぐでしたね、だったじゃないですか、はい、海星はこう大きく斜めに取ります。あ、斜めにしてなおかつ斜め、そうです、そうです。あ、はい、で中になるとこれが縦に なるんですけど、砥石目が、うーん、この砥石も包丁でいうと仕上げですけど、うん、刀でいうとまだ中間なので、うん、この砥石でも結構減るんですよ、鉄が。なのであんま無理に当てるとせっかく作った形崩しちゃうので、はいはい、もう自然に当たるようにしていきます。瓶水の砥石目がこうじゃないですか、はいはいはい、で海星が当たってるところはさらにこうなるんで、うーん、それで見分けていきますね。あ、なるほど。で腎臓の場合光るのですぐ分かると思いますけど、あー、光が、はい、これ天然だと光らないんですよ。あ、そうなんだ。はい。腎臓だと鉄が光るので、分かりますね、すぐ。で、海星まではこう斜めにハスにこう研いでたんですけど、はい、中と駒はこうついていきます。砥石目がまっすぐになるんですね、刀身に対して。刀身に対してこうまっすぐになっていきます。ま、砥石目が。すごい綺麗になってる。はい。これ腎臓使ってるからこう鏡みたいになるんですけど、はい、これ天然使うとまた白くなりますね。へえ、あ、すごい綺麗になってる。普通の包丁で言えばもうこれは仕上げですね。仕上げの砥石です。ここが今中名蔵当てたところがもう鏡みたいに光ってますね、もうね、でも、はい、こっちがまだ快晴で、はい、中名ぐらいかけてないから曇ってますよね。はい、こんなに違うんだ。これを結構このぐらいにしちゃってるんですよ、これぐらいでこうやってやると当たりやすいんです。はあ、これでも全然いいんですけどね、うん、慣れればこれでもいいんですけど、うん、最初はこうやってついてた方が当たります。はい、特にこの三つ角のここが当たんないです、うん、一番、うんうんうん、ここが当たんないのでここは親指で押したり、あともこの上に乗っけちゃって、乗っけてここの感覚でやるようにしてますね。うーん、ちょこ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 動かしてればどっかしら絶対当たってくるので、うん、当たる感覚を感じながら、これで全体的に縦ですね。あ、縦でいいんだ。全部縦、縦方向です。全部これですね。もう荒戸から内曇りまで、もう鳴る目もそうですけど、秋先だけは全部それでいいんだ。全部これですね。こんな感じで、 あと こっちの目終わりですか。こっちの目はもう終わりです。あ、今やっちゃった。あ、当然はびきなんでちょっとこう縦気味で、あ、で引く、あの動きは中と駒と同じなんですけど、はい、中と駒がこうついたのに対して、うん、内曇りは引く、地引き、はびきっていうぐらい引くっていうんですね。あー、なるほどね、はい、大事なのはしっかり引き切ること。引くと摩擦で鉄が熱くなってこう湯気が出てくるんですよ。へー、湯気が出るぐらいまで引きなさいっていうふうに教わるんですけど、はい、
時間かけて何回も何回も同じことをやれば同じことなんで、うん、これ湯気が出るまで引くって言うとこうやって力入れて引かないと湯気出てこないんで、うーん、もうこれぐらいで時間かければいいんで、はい、大丈夫ですね。これずっと腕でやってると、うん、持たないんですよ。これ2、3時間ずっとこの体勢で内ゴムに引き続けるんです、うん、あ、ただ2、3時間これじゃ持たないんですよ、腕だけだと、うん、だからこの体の軸をこう武道の使い方ですね、うん、と同じで丹田に力を入れて背中で引く。これ今吸ってるのもこれ内曇りですね、薄くしたやつを、これをこう親指に乗っけて、はい、でこう刀身を、こうどうしてもこの止めがあるじゃないですか、はい、わかりますかね、内曇りかけた後の止めがあるので、その止めをこう止めだけっていうよりは全体的にかけてくる、全体的にもちろんかけますね、じゃないと色がおかしくなっちゃうんで、これぐらいやった感じでこう、ま、真っ白になりますね。本当だ、綺麗で、かかってない部分こう黒くなるんで、字の場合は、うん、こう思いっきり力入れると全部引けになっちゃうんで、うん、軽くこう親指を乗せただけ、乗せただけでこのぐらいのストロークでだいたい全体的にこうまんべんなくやってきますね。当然吸っていくと、うん、ハゼヤ自体薄くなっていくので、うん、薄くなったやつはとりあえず一旦置いて、うん、で最後ハドリに使ったりします。あ、なるほど。あの歯を取るときに、うん、で歯の方が当然硬いのでどうしても止めがなかなか取れないんで、そういうのはハズヤをさらに薄くして吸っていきますね。一つ間違えると毛だらけになって工程戻るんで、はい、最初しのぎでちょっとこうやって試してみます、ね、なるほど。これで引けになってなければ石との相性を見ながらやるんですよ。なるほど、はい、この真っ黒い研ぎ汁が出ないとダメですね。今水つけただけだけど、うん、こう真っ黒いのが出るじゃないですか、はいはいはい、これが出ないとダメです。この研ぎ汁と一緒に研いでいくんですよ。うーん、この研ぎ汁がないと引けだらけになるんで。なるほど、はい。ああもうなくなっちゃった。そんなんでなくなっちゃうの？うん、本当はもうちょっとね持つんだけど、あれはちょっと柔らかいかもしれない。字が起きてきたの分かりますかね。うわーすげえ、こっちと全然違う。今度字にかけてみましょう。この研ぎ汁を移動させて、でこっからまた研ぐと、こういう感じでやっていきます。字が起きない場合は硬い字勢を使ったりとかでこういろいろ試しながらやっていくんですけどね、うん、力のこの強弱とか砥石の大きさによって全然この花の出方が違ってくるんで、うん、ね、出てきたでしょ。全体かけないとちょっと分かりづらいかも、ね、分かりづらい。これが金肌をベースにした拭い、これちょっと新車多めにしてやって、なんか朱肉みたい色はね、刀剣油で溶いてね、はあ、細かくなってるんで刀身にこう置いてもいいんだけど、万が一不純物が入ってたらっていう懸念があるんで、この吉野紙でこしながらこう等間隔に拭いを置いてきますね。まずこんな感じで拭いを置きますね。うん、拭い液を置いたら、この大梅綿で脱脂綿とかじゃなくて、うん、脱脂してない綿があるんだけどね、へぇ、梅綿っていう綿があって、はい、それを使って、うん、軽くね、このぐらいの範囲を本当に力入れずに軽く3分ぐらい、3分、きっちり3分ってわけじゃないけど、その拭いの入り具合によってね、うん、これ力入れちゃうともうこの時点で刀身が光っちゃって、肌が潰れて刀身が光っちゃうんで、へぇ、まずは力を入れずに、あ、でも反応いいかもしれないな。これぐらいやったら今度こっち側、徐々に徐々にこう、だいたい同じストロークでこう同じスピードでね、同じ圧で、これね、見てる方がつまらないと思う。やってると面白いんだけどね。あ、そうなんだ。そうそうそう、この角度から見ると。わかんの？黒くなっていくの。わかるわかる、拭いが入っていくのが。へぇ、肌も出るでし
肌が全然わかんないよこっちから見たら。そっか、うん、肌をね沈めずに、せっかくほら地艶で肌を立たせたでしょ、うんうん、だからそれを沈めずにかけないといけないから、あんまりこう圧をかけすぎちゃうとね肌全部潰れちゃうんで、まあ今日はだから分かりやすいようにこうマジックで書いてますけどね、うんうん、まあ普段はこんなことはやらないんで、あえてこの歯縁のね、うん、歯の中よりもオーバーに取ったりする。あ、はいはい、例えばこことねこっちの方をつないだ時に、うん、ここだけ焼き場が小さかったり、うん、狭かったり、うんうんうん、あバランスね、バランスが合わないから、うんうん、バランス合わせるために少し大きめに取ったり、うんうん、あとあの飛び焼きがある刀とかがあるでしょ、はいはいはい、あの飛び焼きがあったりするとそこを拾おうかどうしよう、あの歯取りをしようかどうしようかというところとか、まあいろいろねあるんですよ。その辺はもう完全に研ぎ師のセンスなんで、うん、何の目印もないのにさこれやってこっち入ると思うでしょ、うん、でもほら吉野神があるから入らない。ああなるほど、そうそうそう、であとこの指でこううまく調整してね、でこの弾力も親指のこの弾力ぐらいがいいって言われてて、うん、でも指でするとダメなんで、あの圧力が一定にかからないから、あだから今度蛇腹みたいになってるんですか。そう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 、でこういう バネみたいにして、そうこれね研ぎ師によってっていうか刀によって結構使い分けてて、ちょっとこれだと硬いなとかこれだと柔らかすぎるなとか、砥石の相性とね。続いて研ぎ師のおちゃらけ&変態シーンを一気見。疲れてるんですね。疲れてる声聞こえません。あー疲れたなって言ってますよ。そう聞こえない声が聞こえるんですね先生には。俺はまだまだ収容が足りない。なんか乾燥肌っぽいですけど。乾燥肌、乾燥肌ですね。こっちは、こっちは春ぐらいですか。ちょっと潤ったかな。ちょっと潤いました、ね、ニベアつけたかなぐらい。ニベアぐらいな。あのどういう刀か見たいんで、はい、ちょっと窓開けじゃないですけど。窓開けしちゃうんすか。ちょっと研いでいいですか。窓開けしちゃうんすか先生。ちょっと仕上げまで研いでいいですか。仕上げちゃうんすかもう。この部分だけですけど、あのか簡単にですよ。ここ簡単にこのこのぐらいの部分で。先生波紋見たくなっちゃった。多分これ写りが出たら備前なんです確実に。それが知りたくなっちゃったんですか。知りたいです。この鉄の柔らかさと、はい、この刃文とっていろいろこう考えると、はい、おそらく備前かなとは思うんですけど、はい、ちょっとあの刀も綺麗そうなんでちょっとこれ順序よく研ぐ予定だったんですけど。ちょっと楽しくなっちゃって。ちょっと早く見たいですよね。先生それ病気。可愛い女の子がいたら顔見たいじゃないですか、うん、ちょっと研いでたらあれもしかしてこの方のいい方なかもしんないぞって、なんか後ろ姿見たらあれ惹かれるものがちょっと前に回り込んでみたい。あなるほど、そういうだいぶ回り込みましたね。いよいよ内盛りですね次から。うん、楽しみだな。内盛りが一番好きなんですよ。あの引けば引くだけ、うん、肌が起きてくるので沈んでた肌がぐーっと、楽しいですね。可愛くなってきますよね。いやもうすでに可愛いでしょ。可愛いですよ。ベンチが弱かったわけじゃないですけどね、うん、一応まあ体重の倍上げてたんで、うん、まあまあまあだと思うんです、うん、デッドリフトがマックス280キロだったんですけど、当時体重60なかったですよ。58キロ、あ、じゃあ59か、58.7 ぐらいだったかな。当時はあのすごかったですね。先生、筋肉の話で盛り上がっちゃったけど、今度は地引きに行くんすか。いや、その説明してなかった。なんか淡々と進めてますけど、筋肉の話しかしてなくて、勝手に進めてるけど、俺どうしたらいいのかなって思ってたんですけど。そうなんです、あの、これピカチュウじゃなくて、うん、
例えば雷中とかじゃダメですね。そうなんだ。雷中だとちょっとダメ。ノリが悪い。ノリが悪い。リザードンとかもダメで、やっぱピカチュウか、あでもイーブイでもいいかもしれない。イーブイでもいいんだ。イーブイでもいい。可愛い系のポケモンだったらいいんだね。そう、可愛ければいい。ピカチュウで優しくやらないと、これミュウツーだとも大変、もうバシャーってなっちゃう。バシャーって何よ。優しくね。優しくもないと思うけど。結構大雑把な気がするけどさ、ダン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 ってさ。いや、ここ優しいの。いやだいぶ優しい、これ。そうだね、変態にならなきゃ刀なんか研げないよ。やっぱりほら、刀が言ってくるわけよ。データ聞こえる聞こえる聞こえる。なんて言ってる？あ、見せてあげて。ああ、ほらほら、しょうがない、見せるしかない。そっか、刀がね、肌を見せてって言ってるらしいんで。言ってる言ってる。まあ、うん、そうじゃなきゃ、まあ、研ぎしじゃないよね。そうだよ。ね。こんな中途半端で、そう。服一枚脱いだぐらいじゃ終われないでしょ。終われない。やっぱ全部脱がせないとダメだよ。このね、刀本来の肌が見えるっていうのは、これ研ぎししか味わえないんだよね。あ、この肌ね。そう。これがね、たまらんよね。もう、なんとも言えないよね。これが見たくて、工程進めたんでしょ？いやいや、そんなことないよ。さっき言ったもん。そんなことない。よく見せてあげたいなっていう、この、親心。さっき、違うよ。さっき、刀が見せたいなって言ったって言ってたんだよ。そうだよ。いや。見せてあげて。ああ、ほらほら。だから、そういうことよ。言ってることがね、二転三転してるからね、嘘ついてる人と一緒よ、それ。俺、嘘つけないんだよ。わかりやすいね。よし、終わり。だと思うよ。これで拭いてみて、肌が出てれば。いいね、肌起きてるね、ちゃんと。もう早い、俺仕事が。いや、俺早くいいんじゃなくて、うん、これ練習するため。あ、そっか、そっか。刀なんですけど、やっちゃったよ。やっちゃったよ。先生、早いとかじゃなくて。あ、そっか、早さを別に求めてるわけじゃない、ね。速さを求めてるじゃん、わけじゃなくて、そっか、俺がね、うん、ちゃんとできるようになるかならないかが重要なわけであって。そっか。そう、先生が早く肌を見たいがために、早く肌が起きるのが重要なわけじゃないんですよ。うん、違うんだ。違うんだ、今。なんか目的間違えたかな。うん。いつも間違えてるよね。なんかどっからかおかしくなったよね。そう。なんか荒野の頃はさ、そんなことじゃなかったんだけど、そう。だんだんさ、なんか肌っていうかね、波紋とかが浮き出てきて、あれ、これいい刀ですねってなったぐらいからちょっとおかしくなったよね。そう。だって、やっぱりやりたいじゃん。なんか俺が最初に見たいっていう。中か駒ぐらいから、なんかちょっと雲行きが怪しくなってきたんですよね。やっぱりね、中、駒ぐらいから天然を使い出すでしょ、うん、やっぱそうすると肌が出るのよ。でしょ、波紋と。そしたら、その時ぐらいから、なんかこれ俺の研ぎの練習目的なのか、どうなのかさ。いや、目的ですよ、それは。それなんか二の次になってない。いやいやいや、気のせいでしょ。俺が一番先に肌を見たいとかって今ちょっと言いたい。いや、なんか、え、誰が言ったの？言ったよね。言ったかな。そうするといい感じじゃないかな。ね、いいでしょ。なかなかセクシーな感じ仕上がるよ。ね。いい？いいよ。好み。結構好みだね、これはね。結構好み。すごいめんどくさいけどやる。やるっていうか、やるんじゃなくて、そうだ。ね、あの、本来の目的を忘れてた、俺は。忘れてた？忘れてた。俺、なんか、やるって言われてさ、俺、いや、やらないって言ったらどうなんのかなって今ちょっと思ってたんだけどさ。逆よね。逆。こうやんだよ、はい、やってごらんっていうはずじゃん、普通。そう、普通はそうだ。普通はね。うん。あ、やる別にやんなかったら俺解いちゃうけど、みたいな感じじゃん、今のって。そうね、それ、よくないね。よくない？あ、本来の目的を忘れてるよ。本来の目的覚えてる？う、忘れてた。これ焼き鳥の串で作ったんだ。いや、まともな研ぎ師はこれもすっさげでちゃんと作るよ。あ、だけど同じだからね、竹でありゃいいかなと思って。これあれですか、あのタレと塩どっちがいいとかあります？ね、これはね、タレだね。タレで、これももが一番いい。ネギマとかじゃダメ？ダメ。ネギマダメ。マジで？ももじゃない。俺、砂肝がいいんだけど。あ、砂肝ね。俺ね、あれが好き。レバーが好き。レバーはいいの？レバーは OK。砂肝？砂肝ダメ。ダメなの？ダメ、砂肝。
なんか違いがあるんだね。そうそうそう。そうね、そうこだわりがやっぱりこういうところにね、出てくる。そんなこだわってるか、この道具。最後に脇差しの研ぎ子の姿を一気見。サビを取って、仕上げまで行うというような工程を習おうと思います。こんな感じで、荒戸、まず荒戸やって、サビをきれいに落としました。こっちが、瓶水。わかります?違いが。こっちの荒戸に比べて、触った感じはすごくわかるんですよ。スベスベしてるんで。映像で伝わるといいな。この辺までは半分ぐらいかな、半分ぐらいは研ぎ終わったんですけども、これが波紋になって出るんだ。はい、はい、全部かけられましたね。そうですね、はい。あ、いいっすね。いいっすね。出てきましたね、肌が。いいっすね、これ本当に、ね、うん、素晴らしい。いい波紋が出てきそう、これ。うん。これは面白くなる。ね、うん。
脇差しの研ぎは終わりましたが、まだまだこれからも研ぎ師さんとの研ぎ動画は続きますので、次回もご期待ください。この脇差しの保存鑑定の動向も動画にしていきますので、引き続きお楽しみください。なんか抑揚が変じゃね？抑揚？抑揚って、ね、抑揚？抑揚。何か。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いでござる。Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。